局になんか政治家ってなんかイメチェンに髪の毛切ったとかいないでしょ。多分政治家はみんな髪型変えないんじゃないかな。立場当初の言葉で一つ引っかかったことがあるんですけど、はい、髪型を変えない理由って何ですか。だからポスターとかホームページでこれで言ってるからイメージが変わると全然違う人に見えるのがまずいんですよ。多分政治家はみんな髪型変えないんじゃないかな。木原さん、その髪型っていつ頃からされてるんですか。これちなみにね、ベッカムヘアなんですよ。2002年かな、日韓ワールドカップの時にベッカムが流行った時からベッカムヘアなんですよ。ただ選挙に出るまではパーマをかけたりはしてたんで、この髪型をしだしたのは2002年からですけど、ただ選挙に最初に出た2013年までは髪型変えてました。まあもちろんね、これ歯が隠れるんですよ。ここ全部ここに集めてるんですよね。僕いわゆるつむじが薄いんで、そこに全部集めると伸ばすと逆に割れてくるんですね。で結構短くして立てると意外に髪の毛の量があるっていう。あとはもうボリュームアップシャンプーとか使ってる。逆にこれ以外の髪型をすると本当やばいですよね。だから2013年から変えてないんです。じゃあその2013年からその理髪店とか行って、まあベッカムみたいにしてくれって結構されてるんですか。ベッカムみたいにしてくれは最初だけでしたけど、まあ、今結構普通に細かくしてしますよ。6ミリで後ろと横とやって、あとはこんな感じで、まあ、最近は特に僕かなり散髪屋さんも知ってくれるようになったんで、どこの散髪屋さん行っても、ああ立花さんですよねって、だいつもの感じでっていう感じで言えば、どこの散髪屋行っても、僕結構浮気するっていうか散髪屋はあちこち行くんで、時間が空いた時に行くんですよ。3週間に1回ぐらい行ってるんで、あちょっと時間空いたら散髪行けないかな見て、だいたい1000円のとこ行くんですけど、今1200円だけどね。ポスターの撮影とかで髪型が変わってしまうとちょっと不都合があるからってことですよね。いや、なんかイメージがやっぱり服のイメージとかも含めてなんで、特に髪型はみんなやっぱりこの選挙の勝ち方みたいな原則みたいなやっぱりあるんですよね。だから髪型とかも角度とかも絶対写真なんか同じもの作らなきゃいけないんですよ。名刺の写真、政治活動への写真で、選挙運動用の写真とかっていうのはもう同じものを使うっていうのは原則なんで、じゃあ今度会った時に髪型違うと一致しないから、僕の場合もう選挙には出ないんですけど、じゃあ応援に行った時に立花って認識されないと有権者からしたら分からないので、だから応援に行く時に、あこのポスターの人、あこの人とこの人一緒みたいなので、どうしても必要なんで髪型は変えれない。逆になんか政治家ってなんかイメチェンで髪の毛切ったとかいないでしょ。それは多分女性なんか特にですよね。政治家でイメチェンしたっていうの聞かないのは多分そうだと思いますね。まあ党首以外の人はね、実際イメチェン、まあ選挙通ってしまえば、元木さんみたいに6年間選挙ない人はできるんでしょうけど、僕の場合は常にツーショットで出なきゃいけないので。もう二度と出られないんですか選挙。ああもう出ないですよ、眠いから。そう、議会で出てたら怒られるやん。いやまあそれは冗談だけど、要はお金を出してるので、生活保護の人とかお金は出してるじゃん。だからもう買収になるから出れないです。皆さんご一緒に。